ございます。本日の座高地下街道は可能性等ですね、はい、そういった火災の危険性もありますので、そういった見えない部分、排気ダクト部分もですね、はい、定期的に、点検を心がけていただければと思います。今後もですね、そういった形で、防火意識の方ですね、はい、従業員との向上に努めてまいっていただければと思いますので。